サユギスのロゴサユギスは1980年代後半から1990年代初めにかけて当時ソビート連邦の支配下にあったリトアニアの独立運動を指導した政治組織。1988年6月3日設立。ビータウタスランズベルギスが指導した。当初その目標はリトアニアの自治を確立することにあったが、後に独立要求運動に発展する。 サユディスの正式名称はリトアニア改革運動で、サユディスはリトアニア語で、運動を意味する。日本語では、ロシア語を転写したサユディスのほか、リトアニア語セイジェディスの長母音及びう、を超音符で示したサユディス、そのいずれかのみを超音符で示したサユディスやサユディス、さらにはサユジスやサユディスとも表記される。 1980年代半ば頃、リトアニア共産党指導部は、ゴルバチョフ書記長の提案したペレストロイカやグラスノシチを受け入れるのには、消極的であった。1987年に、ペトラス・グリシュケビチュス第一書記が死去したものの、公認には、グリシュケビチュス同様に改革に慎重であった、リンガウダス損害らがつき、状況は変わらないままであった。しかし、 ゴルバチョフの指導、ポーランドの連帯運動の台頭、そしてローマ教皇のヨハネ・パウロ2世やアメリカ政府当局の支援などを背景に、次第にバルト3国の独立運動家たちは、リガ、タリン、そしてビリニュスでもデモを行うようになった。1988年6月3日にリトアニア科学アカデミーで開かれた会合では、共産党員、 非共産党員を問わず知識人たちが集まり、サユリス発起グループを形成した。このグループは35名からなり、そのうちのほとんどが芸術家であった。また、35名のうち17名が共産党員でもあった。このグループは、ゴルバチョフが推進した、ペレストロイカ、グラスノスチ、及び民主化を支持する運動の組織化を目標としており、彼らはこれを、 改革運動と呼んだのだが、ここから単にサユリスとして知られるようになった。1988年6月24日、サユリスによる初めての大規模集会が開催。そこで、ソ連共産党第19回全国党協議会に出席する代表はサユリスの目標を支持された。その代表団が7月に帰還した時には、約10万人がビンギス公園に集まり、 歓迎した。もう一つの大規模集会は8月23日に開かれ約25万人の人々が集まった。そこで人々はバルト三国のソ連併合を認めた独ソ不可侵条約付属の秘密議定書に抗議した。6月19日、地下新聞サユギスニュースが初めて刊行された。続いて9月には新聞アトギミマスを 合法的に刊行。そして刊行された約150紙もの新聞がサユディス支持を表明するに至った。同年10月、サユディスは設立大会をビリニュースで開催。35名の立法委員を選出したが、そのほとんどは創設メンバーであった。そこでビータウタス・ランズベルギスが、 委員会議長に就任。彼は当時音楽学の教授で、非共三党員であった。この運動は、ゴルバチョフの政策を指示したが、また同時にリトアニア語の公用語としての復権など、国内問題にも取り組んだ。またサユリスは、ヨシフ・スターリン時代の情報の開示、環境の保護、イグナリナ原発第3度の建設中止、1939年に調印された。 独素不可侵条約付属の秘密議定書の情報開示などを要求した。サユリスは大規模集会を開いてこれらの目標を推し進めようとした。当初共産党指導部はそうした集会へは参加しないようにしていたが、1988年中頃にも、なると集会への参加が政治的に必要不可欠となっていった。そして6月24日、ついに、 リトアニア共産党産業担当初期のアルギルガス、ブラザウスカスがサユディスの集会に出席した。同年10月、損害らに代わって、ブラザウスカスがリトアニア共産党第一初期に就任する。共産党指導部はサユディスを厳重に取り締まることで圧力をかけたが、逆に民衆の抗議に直面することとなった。サユディスは新設された。 ソビエトの立法機関である人民大議員大会の選挙でも成功を収め、候補を立てた40選挙区中36選挙区で勝利した。1989年2月、サユディスはリトアニアが強制的にソビエト連邦に併合されたと宣言。運動の最終目標をリトアニア独立の達成とした。ついで同年5月、サユディスは リトアニアの国家試験を宣言するとともに、リトアニアのソ連併合は、非合法的であったと主張した。1989年8月23日、独ソ不可侵条約調印から50年にあたる、この日、200万人が集まり、タリンからビリニュースまで 600km にわたる人間の鎖が作られ、バルト三国は国際社会の注目を集めた。このデモと、 その組織化の努力は、バルトの道として知られるようになった。1989年12月、リトアニア共産党は、ソビエト連邦共産党から離脱し、独裁政党制の廃止に合意。1990年2月の選挙で、サユディスは、定数141議席のうち101議席を獲得し、共和国最高会議の圧倒的多数を占める。 ビーター・タス・ランツ・ベルギスは最高会議議長に選出された。そして1990年3月11日、リトアニアは独立を宣言。これはソ連構成共和国で初めてのことであった。翌年1月8日、独立を認めないソビエト連邦政府はリトアニアに武力介入し、1月13日、ビリニュース近郊で14人が死亡。 268名が負傷する事件となった。いわゆる、地の日曜日事件である。これに対し、同じく連邦政府とは対立関係にあった、ロシア共和国のエリツイン大統領は、同日のうちに、リトアニアの主権を表明した。その後もリトアニア政府と連邦政府の間の協議は、平行線をたどっていたが、1991年8月19日、モスクワで、 ソ連共産党保守派がゴルバチョフを優兵するクーデターを起こし失敗。これを機にソ連は崩壊へと向かった。今日でもサユィスはリトアニア国内で活動を続けているが、その影響力はほとんどない。異なる政治的心情を持つ人々を一つにまとめ続けることができなくなり、経済危機に対して有効に対処できない中でサユィスの人気は凋落していったのであった。 1992年2月のリトアニア議会選挙では、サユディスに代わって、かつてのリトアニア共産党の改革派党員が中心となって設立されたリトアニア民主労働党が勝っている。ありがとうございます。